皆さんこんにちは。この YouTube ではウェディングの専門家がプレ花嫁さんに向けて結婚式に関する情報をお届けいたします。ぜひ楽しみながら結婚式の準備進めていきましょう。今回のテーマはウェディングドレスの選び方超基本編。ウェディングドレス選びは花嫁にとって最も大事なイベントの一つです。こんなドレスを着たいと理想を描いている方も少なくないはず。そんな念願のドレス選び、自分にぴったりの運命の一着と出会いたいですよね。ただ、ウェディングドレスはデザインから素材、シルエットまでとっても種類が豊富です。知識がない中だと自分に合う一着を選ぶのは至難の業。自分の身長や体型に合ったドレスって?自分の肌の色には何が似合う?など悩みは尽きないものです。そこで本日はドレス選びの超基本となるウェディングドレスの種類、主にシルエットについて詳しく解説していきたいと思います。では早速ドレスの種類を分けるポイントについて見ていきましょう。ウェディングドレスの種類を分けるポイントはシルエット、デコルテデザイン、素材と大きく3つあります。まず、ウェディングドレスを着た時の花嫁の印象を決める最大のポイントがシルエットです。ゲストから注目を浴びるウェディングドレスですので、全体の形イコールシルエットが結婚式全体の雰囲気を決めると言ってもいいでしょう。続いてがデコルテのデザインです。トレンドが一番反映されるポイントでもあり、同じシルエットのウェディングドレスでも印象がガラッと変わります。挙式から披露宴でのアレンジとしてデコルテに変化を持たせることも多く重要なデザインポイントです。そして素材も大切なポイントです。同じデザインのドレスでも素材が変わるとドレスの持つ雰囲気が大きく変わります。素材は結婚式の会場であるチャペルや披露宴会場など会場の雰囲気との相性も大切です。会場とウェディングドレスの素材がミスマッチだと全体のバランスをちぐはぐにしてしまうこともあるのでしっかり把握しておきましょう。では早速詳しく見ていきましょう。今回はシルエットについて。ドレスのシルエットは大きく分類して6つあります。1つ目はプリンセスライン。ウエストの切り替えからスカートがふわっと広がるのがプリンセスラインです。その名の通りお姫様のような雰囲気になり、ウェディングドレスとしてポピュラーなラインです。愛らしいイメージのプリンセスラインですが、上半身はボディにフィットし、スカートに大きなボリュームを持たせたシルエットなので、華奢に見えるデザインとなります。続いて A ライン。アルファベットの A の形に見えることから A ラインと名前がついたシルエットです。ウエストラインが高い位置にあり、スカートは裾にかけて直線的に広がるデザインです。縦のラインを強調したシルエットは背を高く見せる効果や足長効果などスタイルアップを叶えてくれます。また体型も選ばず着こなしやすいので年齢を問わず幅広い層から愛されるシルエットです。続いてエンパイアライン。古代ギリシャのヴィーナスを連想させるシルエットが洗練された印象のエンパイアライン。バスト下に切り替えがあり、裾にかけて自然に落ちるような細身のシルエットが特徴です。あまり広がらずゆったりとしたスカートのシルエットはナチュラルな印象です。続いてスレンダーライン。全体的にシルエットが細くすっきりとした印象のスレンダーライン。スカートのボリュームが少なくストレートで細身のスレンダーラインはスタイリッシュで上品な印象を与えてくれるドレスです。シンプルで花嫁の魅力が引き立つデザインは大人な雰囲気を醸し出すエレガントなスタイルです。続いてマーメイドライン。膝下から人魚の尾ひれのように裾が広がるデザインが特徴のマーメイドライン。上半身からヒップラインにかけてフィットしたデザインでボディラインが強調されるシルエットは女性らしい魅力が引き立つドレスです。細身の人や背が高い人によく似合い、ゴージャスで大人な印象を与えてくれます。またマーメイドラインはメリハリのあるスタイルの方をより美しく見せてくれるドレスです。続いてベルライン。中世ヨーロッパの貴族が着ていたドレスが元となったベルライン。ウエスト部分に切り替えがあり、腰部分にボリュームのあるデザインです。ふんわりとしたスカートのシルエットがベルの形に似ていることからベルラインと名付けられました。コロンとしたスカートが可愛らしい印象を与えてくれます。以上、本日はウェディングドレスの選び方基本の木超初級編としてウェディングドレスの種類についてまるっと解説させていただきました。ぜひドレス選び楽しんでみてください。